ボーイフレンド110の、後部キャノピー左右から突き出す 20mmMGFF 機関砲の方向主ーゲムジークとは、第二次世界大戦中のドイツ空軍において、夜間戦闘機の機体背面上向きに取り付けられた、航空機関砲のこと。初期のイギリス空軍の爆撃機には、胴体仮面に銃座があったがこれは後に廃止された。 ドイツ戦闘機はこれを利用し、四角となる五下砲からシュレーゲムジークを発砲、効果的に攻撃することができた。同時期の日本軍でも、同様の装備が開発された。陸軍では、上向き砲、海軍では、斜め銃と称され運用されていた。これらの兵装は、シュレーゲムジークとの関連性はなく、日本側で独自に発案され、開発、装備されたものである。 プロペラ同調装置が装備されていなかった第一次世界大戦初期の戦闘機では、も上翼上面に機関銃が取り付けられていた。中でもルイス機関銃はドラムマガジンの交換のために髪型に向けることができたため、髪型に向けて射撃することも可能であった。これを利用し、ニューポール11やニューポール17、SE5A は爆撃機や、 偵察機のご下方から忍び寄って攻撃することができた。イギリス軍のエースパイロット、アルバート・ボールは特にこの攻撃で成功した人物である。また、ソッピース・ドルフィンは、セッペリン飛行船を攻撃するために、ルイス機関12丁を前髪型に射撃できるようにしていた。夜間戦闘機としては、B に C が最初に上向きに、機関銃を取り付けた。 飛行船下方からの攻撃は効果的で、第151飛行隊のソッピースキャメルなど、他の夜間戦闘機にも上向きに、ルイス機関銃が取り付けられた。1917年には、ドイツ軍でも同様の試みがなされ、第38戦闘中隊のゲルハルト・フィーゼラーが2丁の機関銃を前方と髪型に向けて取り付けた。1930年には、 ウワストランドカウ戦闘機に、コベントリー兵器製作所製の 37mm 機関砲を、上向きに取り付ける試みがなされている。第二次大戦においては、ボールトンポールデファイアントや、ブラックバーンロックといった、イギリス空軍複座戦闘機には、旋回銃刀が取り付けられており、髪型にも攻撃ができた。1939年から配備されたデファイアントは、 昼間戦闘機としては不敵とされたが、夜間戦闘機としては、敵機巡座の資角である後艦砲から潜り込んで、攻撃するなどの戦術を取り、それなりの戦果を上げた。1943年にシュレーゲムジークが導入されるまで、ドイツ空軍夜間戦闘機の装備は機種に搭載された、レーダー以外、昼間戦闘機と同じであった。このため、夜間戦闘機は、 爆撃機の後方から接近しなければならなかったが、これには次の問題点があった。実際には、夜間戦闘機に狙われた爆撃機は、旋回しつつ降下する、コークスクリューなどの急激な回避によって、夜間戦闘機から逃れた。当時の夜間戦闘機は、一度目標を逃すと、再捕捉するのは困難であった。このため、ドイツ空軍夜間戦闘機パイロットは、 新たな戦術を編み出し、後方から直接接近するのではなく、爆撃機の下方、1500フィートの位置に接近した。そこで機種を上げて、爆撃機の機種に向けて射撃をした。これによる利点は次の2点である。この攻撃は効果的であったが、衝突の危険があり、万が一爆撃機が搭載している爆弾が爆発すると、 夜間戦闘機も巻き込まれる危険があるなど、実行するのは難しかった。1941年に、第二夜間戦闘航空団のルドルフ・シェーネルと注意が、上向きに、機関砲を取り付けることを思いついた。最初のシュレーゲームジークの搭載は、UHF ・リヒテンシュタインレーダーを装備したドゥー、d o 1 7 z 1 0に対して実施された。 この機体は1942年後半に完成したものの試験はうまくいかずアイデアは破棄された。1942年タルネビッツのドイツ空軍兵器試験センターにおいてさらなる試験が行われた結果機関砲の取り付け角を水平から60度から70度起こして取り付けるのが最適であると判明した。この間シェーネルトは第五夜間戦闘航空団 第2中隊長を務めている。マーレは、ボーイフレンド1 1 2二2問の 20mmMGFF 機関砲を搭載し、1943年6月には、このボーイフレンド110で、シェーネルトが爆撃機を発撃追している。1943年6月から、1088及び、ドゥ217用の乾燥キットが正式に生産された。 最後の夜間戦闘機となる目262バイトからに、2も搭載される予定であったが、終戦のため製作はされなかった。シュレーゲムジークを搭載した機体で、最も成功した機体は、速度と機動性を両立させた1 8 8 g 6である。1943年後半から1944年には、3機種の夜間戦闘機にシュレーゲムジークが、 取り付けられるようになっていた。照準は、パイロット髪型に取り付けられた、レビ16ノルマル反射照準機によって行った。シュレーゲムジークを使うには、正確なタイミングと素早い離脱が欠かせなかった。攻撃後素早く回避しなければ、撃墜した爆撃機が、磁気の上に落ちてくるからである。特に高翼面荷重のため機動性に欠ける、HE219 は、 気をつけなければならなかった。61機撃墜の野戦エースであるマンフレート・ミューラーは HE219 に登場して出撃1944年1月21日から22日にかけての夜間戦闘において自身が撃墜したハンドレページハリファクスと衝突し戦死している。 また昼間戦闘機め163用として、上向きロケット弾として、ゾンターゲレート500が試作されている。1943年から1944年に、かけてのイギリス軍爆撃機の損失の80%は、シュレーゲムジークによるものと推測されており、相当の戦果を上げているが、連合軍はその後に、レーダー警戒装置や新型機、そして、 夜間護衛戦闘機を投入した。これらの対抗策によって、ドイツ軍の迎撃戦果は落ちていった。第二次大戦中のイギリス空軍爆撃軍団で、オペレーションズリサーチに携わっていたフリーマンダイソンは、シュレーゲムジークについて、次のように語っている。新米クルーもベテランクルーも、同じように攻撃された。この結果を真剣に受け止めていなかった。 我々はもっと真剣に対応して、もっと早く、シュレーゲムジークへの対抗策を講じるべきであった飛行、第53戦隊所属の2式伏線兵型、低装備。操縦席後方に、保護機関砲が2門、上向き砲として装備されている1943年5月、ラバウルへ進出し、戦闘を行っていた日本海軍の第251、海軍航空隊では、 連合軍の夜間爆撃に対処するため斜め銃を使用した。これは二式陸上偵察機の胴体部に99式 20mm 機銃を斜め上へ向けて搭載したものである。この改造夜間戦闘機はラバウルへ夜間爆撃に襲来する B-17 の撃墜に成功した。この戦火により二式陸上偵察機は 夜間戦闘用の機材として注目された。後にこれは、車重を搭載した夜間戦闘機、月光として、正式採用され、南方戦線において対 B、対 B-17、B-24 戦や本土防空戦で使用された。日本陸軍においても、海軍夜間戦闘機の戦火に影響を受け、上向き砲を採用した。従来、 夜間戦闘機として使用されていた二式複座戦闘機、トリュウには、機種に 37mm 砲203機関砲1門を搭載する兵型があり、この機体の胴体部に上向き砲として 20mm 砲5機関砲2門を搭載した。この機体は、低装備ない指定型と称される。本機は、日本本土防空船に投入され、対 B-29 戦に使用された。 また1944年5月、優秀な高速性能と上昇限度を誇る100、式司令部偵察機3型の一部は、高高度戦闘機として転用されており、これは、機種の 20mm 保護機関砲2門とともに 37mm 保204、機関砲1門を上向き砲として装備し、3型をつ、兵と称された。他、4式戦闘機、 疾風の操縦席後方に 20mm 保護、機関砲一門を上向き砲として、追加装備した、夜間戦闘機型の一型艇があるが、試作に終わっている。しかし、アメリカ軍は、本土空襲時のオペレーションズリサーチで、戦闘記録を分析した結果、5加砲からの被弾、悲劇追の多さを立証し、5加砲への警戒と反撃を通達で徹底させた。 さらに、大島占領により洋島を拠点として、夜間戦闘機を作戦展開できるようになり、その後英によって、日本夜間戦闘機は阻止されるようになっていった。ありがとうございます。